にちは、ソラです。私は今ベッドの上に座ってるんだけど、寮に着いた時に何もないんですよ。シートも枕も布団も全くなくて、コートを布団代わりにちょっと一晩過ごしました。朝一で布団を、この冬用の布団です。で、もちろん枕も買いました。昨日もドライヤーがなくて、暖房の前にずっと座ってて、もう髪の毛を乾す感じでやってたから、そう、ドライヤーも大事です。今からまた買い物しに行きます。で、今日は友達っていうか、なんか知り合った台湾から来た子と一緒に買い物しに行きます。イギリスで法上を買うときに、なんか18歳以上でしか買えなくて、あとパスポートを見せなきゃいけないので、今日パスポートを持って買いに行きました。